クマラボチャンネルなるじマスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、ラパラの DT6FT になります。これはね、ラパラさんのシステムクランクの一つとなります。で、サイズ展開としては DT の4、それから DT の6、今回ってるやつですね。それからその上に DT の10、それから DT の14、DT の16っていうシリーズになります。でね、このクランクっていうのは今でもアメリカのプロ、もしくは一般グラムを非常に使ってて愛されてるクランクです。これなぜかっていうと、かなりね、プロの大会でこのクランクがウィニングクランクとなって優勝してる人が多いんです。例えばですね、一番上のクラスの DT16、 これは、エリート初優勝を飾りましたブランド、ですね、これ1900何年だったかちょっと忘れましたけど、ブランドン・バラニュークが DT16 で勝ってますし、クラシックではね、ランディ・パウエル、それから DT4 に対してはこれもまたクラシックですけど、オット・デ・ホンっていうプロがね、それぞれ、有名なところを開けただけでもこのクランクを使って優勝を果たしています。ラパラ製でありますから、もちろんウッドですし、ウッドには珍しくね、ラトルも入ってます。まあ普通のね、プラ製のルアンのラトルに比べると可愛いもんですけど、それでもラトルも入ってます。でね、この一時期ですね、この DT6、横向いたら分かるんですけど、この分かります、後ろのフック見てもらったら分かるけど、1本だけね、ワンフックみたいに長くなってるんですよ。この形のね、フックつけたこの DT6 がよくね、中古っていうか、ワゴンセールに転がってたんですね。これ私その時買ったやつなんですけど、ちょっとね、後ろのリアのやつはね、この間値上がりした時フックが折れちゃって、その長いところの針先がないんですけど、これなんでこんなフックにしたのかが私よくわかんないんですよね。おそらくね、この長いやつにかかってバラし防止したかったとか、そういう考えなんだと思うんですけど、じゃあこれにしたからバラしが減ったかっていう感覚は私にはほとんどないです。でね、このルアー、先ほど言いました通りシステムクランクですし、この世界中でね、未だに愛されてるルアーです。なぜかというとね、まずこれラパラさんの、メーカーとしての品質の高さ、ウッドクランクを量産できるっていうのがすごいですね。で、量産できるから大量に、作れる、大量に作れるからどこでも売ってるし、いつでも買える。これは、私この動画の中で何回も、この動画でとか今回してる動画じゃないですよ、私の一連の YouTube の動画の中で何回も言ってる通り、私の考えうるいいルアーの条件として、いつでもどこでも買えるっていうのがあるんです。その中、その今の条件を満たしているのがこの DT になります。ですから、たとえね、根がかりが多発するようなとこでも恐れずに使うことができますし、またね、ウッド製ですから、どうしてもね、いかにね、ラパラさんがすごいって言っても、製品のばらつきっていうのは絶対に出ます。使う木の位置によって浮力、それから何ていうのかな、その辺が違ってきますんでね、どうしても出ます。出ますけど、例えば6つ買ってね、この中に1個が当たりでの動きがしてくれればいいやっていうね失礼、ことでね、できますんで、そういう面も含めてね、名作ルアーの一つと数えても私はいいかと思います。でね、中古でね、見つけたとしても、本当にね、今言った通り、大量に出回ってるルアーですんで、そんなにお高い値段じゃないです。もちろんね、現行も作られてますんで、新品で、買われるっていうのももちろんありありです。それにしてもね、日本のルアーと比較しても、そんなに高いルアーではありません。ですのでね、クランコが好きな方、それから巻物が好きな方はね、一度この DT シリーズ使ってですね、アメリカのプロが愛した、それから一般アウラが愛した、長く使われたっていうね、それのね、本質っていうのをこのルアンの中から見出されてみてはいかがでしょうか。では今回はここまでにします。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。